CD をですね、あちらのブースに、あちらに、ありがとうございます。ありがとうございます。4曲入り1000円で販売しております。ぜひですね、ライブ終わったら、あちらのブースで僕たち3人行きますのでですね、声かけていただいて、CD も買っていただいて、握手もしますので、ぜひ、あちらに来てくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、ライブ告知があるんですよね。そうなんです、私。サブナイン斜めなんですけど来週の水曜日、7月19日水曜日なんですけど、チャタンにあるライブハウスモッツさんでですね、ガールガールガールという、イベントに出演することになりました。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。一人なんだよね。そうなんですよ、ソロで、今回ソロで。そうなんですね。ちょっと寂しいんですけど、なんか挑戦ということで、出させていただくことになって、この、ガールガールガールなんですけど、今歌ったこのオリジナルソングを今回はちょっと一人で歌う曲が何曲かあって、またカバーソングの方も何曲か用意しているので、皆さんぜひ遊びに来てもらえたらなって思います。ですね、それと一緒に出る人、そうなんですよ、出演する人がですね、沖縄ホーメルのひとみさん、沖縄ホーメルの、ごめんなさい、沖縄ホーメルの、CM ソングを歌っているひとみさんと、あと関ジャニエイトの仕分け8っていう番組、テレビ番組があるんですけど、それで出演されたナッチーさんという方と私で3組でガールガールガールを盛り上げていきたいと思いますので、皆さんぜひ、遊びに来てください。で、チケットの方はですね、前売りが2000円、当日だと2500円になりますので、あちらの、ライブが終わったらあちらの方にいるので、もし興味のある方は、声をかけに来てください。よろしくお願いします。はい、長いようで短かったライブが、はい、もう、次の曲で最後になります。最後もすごく楽しい曲になっているので、皆さんこうやって手を振りながら手拍子をしたりね、思い思いに楽しんでほしいなと思います。それでは聴いてください。ライブ
さん申し訳ない。メガさん申し訳ない。もう恥ずかしい。もうサビが流れるとどうしても踊っちゃうんですよこの曲は。楽しかった。もうこういう場でないとなかなか踊る機会がないんでね。もうすごい視線が痛かった。もうありがとうございます。さあ、撤収します。もうスタブナになってからもう晴れ男になったということで。そういうことですね。いや、もう横見てたら2時まで出てます。そうなんです。めちゃめちゃすごい。今出たやつはジョン歌舞伎です。歌舞伎なんですか。はい、いや、でももうね、完璧にもう皆さんね、この雰囲気を一旦撮っていただけたらなと思うんですけど、はい、じゃあ、最後にもう一度、告知の方をしていただこうかなと思いまして、はい、まずあちらに CD が入って、4曲入りで、80円じゃなくてびっくりした。もう1080円やね。ぜひ皆様、買ってくださいね。あちらの方はスタブ9のスタッフさんです。あ、そうです。あ、そうです。CD ショップ。あ、店員さん。そうなんですね。スタブクルー、スタブクルーとかで。ちょっと、マスクしてると絶対声届かない。こぼるでしょ。はい、ぜひよろしくお願いします。そして、ナナさんの方が。そうです。4月19日の水曜日に、私、ガールガールガールという、イベントに、ソロで出演しますので、はい、皆さん、ぜひ遊びに来てください。はい、チャタンポッツの方で。そうです。これチケットはまた、こういう感じで、もう直接、チケットくださいって言った方がいいですか、それとも、モッツさんの方に行って。そうですね。そうだよね。名前を教えてもらえば、終わった後にじゃあ、もしよければ名前を教えていただいて、はい、で、チケットを購入できるということで、そうですね。はい、よろしくお願いします。ということで、本当に素晴らしいステージでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、最後にね、我々吉本芸人の王さんからもお知らせがあります、はい。4階にあります吉本エンタメショップというのがあるんですけど、そうなんですよね。ここでですね、今から、じゃんけん大会がありますということでございまして、はい、商品がね、無料でもらえるじゃんけん大会がありますので、はい、終わったら皆様そのまま4階の吉本エンタメショップでお待ちしております。はい、待ってください。お願いします。はい、ということで、このステージは以上となります。お忘れ物ないように皆様、ありがとうございました。ミライブコリンで終了です。ありがとうございました。